近代地康介女海。除海は、横溝正史の短編推理小説。近代地康介シリーズの一つ、オール読み物1950年9月号に発表された。1992年と1996年にテレビドラマ化され、2作品が放送されている。本作は、オール読み物1950年9月号に発表された。角川文庫。 悪魔の高淡祭に収録されている。本作には、金大地公介が愛した二人の女性のうちの一人で、ある、持田二二子が登場する。もう一人の、極門島に登場する、鬼頭さなえに対する愛情がどちらかというと淡い、気持ちであったのに対し、二二子に対する気持ちは、深刻に思い詰めたもので、悲劇的な結末を迎えた後で、金大地は昇進旅行の先から執筆者である。 先生に、僕は決して、自殺などしないからと手紙を送っている。なお、本作で用いられた、殺害方法は、人形さなな、鳥物町の、呪いの畳りにも用いられている。昭和2年の初夏から夏にかけて、夜歩くと、八津墓村の事件を解決して、後者の事件で十分な報酬を得た、近代地公介は、9月の初め、先生と伊豆の日なびた、 温泉場 N の宿屋に投留する。近所には、マミアナの行者、後部道康の修行場があり、その修行場は、元は持田電気社長、持田京平の別荘であった。持田京平は、近代地が恋愛感情を寄せる銀座裏の二次子の店のマダムである、持田二次子の死んだ夫で、死因は脳一血であった。近代地たちはそこで最近、 墓場嵐が何度も発生していると聞き、マミアナの行者の修行場を、見物がてら墓場におもむくと、後部道康が、みかん箱くらいの木の箱を隠すように抱えて立ち去る、ところに遭遇する。墓場を見ると、持田京平の墓が荒らされ、頭蓋骨がなくなっていた。それからほどなく帰郷した二人だが、十月の中頃、先生に再会した金代一はひどく憔悴していた。どうやら二次子は、 マミアナの行者、アトベ・ミチスに恐喝されているようであった。金大地はニジコが夫を殺し、それをネタにアトベに脅されているのではないかと考えていた。一方、ニジコには貿易省の香川春樹が恋人として現れたが、金大地のニジコへの思いは変わらず、彼女の幸福を願い、アトベの脅迫のネタと彼の過去の秘密を何としても掴みたいと思い詰めていた。 それからしばらく経ったある日、後部道康が脳一血で急死する。さらに、それから一月余りが過ぎたある日、先生のもとに北海道から近代地の手紙が届けられる。そこには一連の事件の真相とその天末が記されていた。名探偵近代地公介シリーズ除回は TBS 系列の2時間ドラマ 月曜ドラマスペシャルで1992年7月27日に放送された。二子の店や後部の祈祷所は京都、オスワの宿屋や後部の修行場は京都近郊の山村、修山村、持田電機の工場があった場所は大阪に変更されている。また、オスワは単なる宿泊先の女将から二子と関わりの深い人物に変更され、墓場嵐の犯人も、 二次子の弟、谷村貞田夫であるという設定になっている。轟き警部の所属は大阪府警。二次子は近代地の学生時代の恋人である。犯罪事実に関する原作の設定は基本的に踏襲しているが、それに加えて後部の手により貞田夫が滝つぼで出来し、修行場の管理人、寺坂が駅ホームから転落して歴史する。 また、持田殺害の動機に、二次子の両親が、持田の策略で自殺に追い込まれたと知ったことが、追加されている。寺坂を追加したこと及び、貞親オスワと二次子の関わりを設定したことにより、前半の展開はかなり原作と違っているが、後半は、原作のセリフや手紙の文言を積極的に活かした、内容になっている。横溝静止シリーズ、除海は、 フジテレビ系列の2時間ドラマ、金曜、エンターテイメントで1996年4月26日に放送された。本作では、女海の読みを、女海としている。鈴川志向という探偵小説作家が登場し、彼の視点で語られる。霧の中の女の登場人物である、村上幸と、長谷川善造を登場させ、幸が、 長谷川殺害の容疑をかけられる経緯も継承している。ユキは、二次子の店のホステスである。原作通りに、生命保険会社専務である長谷川は、本作では、医師でもあり、持田京平が殺害されたと知りながら、病死とする診断書を書き、それをネタに、二次子を恐喝して殺害された。また、原作で、霧の中の女の正体であった、男章、鉄火の手、ちゃんは、 長谷川殺害後の二次子を目撃したこともあり、雪のアリバイが立証された後代わりに容疑をかける、対象とするため殺害され、長谷川の服を着せられて隅田川に浮かぶ。後部道康が買い取って修行場とした、持田京平の隠居地は、岡山県の木美温泉にある。雪が逮捕されて、取り調べを受けている間に墓を荒らされたという知らせが、入り、二次子が近大地を伴って現地へ出向く。 原作と異なり、二ジコの方も近代地に気がある設定で、積極的に迫る場面もあるが、結局一線を越えない。その後二ジコは、香川と知り合って、交際を始めるが、後部と同一人物であることに気づいた上で後部を、殺害する。ありがとうございます。